どうも、メロネーションです。ねえ、いつもお世話になっております。どまたまたま、やってまいりました。ちゃんとチャンネル名も言いなさい。ここさ、出ればいい、ここさ。はい、ということですね、はい、メロネーション、今回はですね、はい、何も聞いてないでしょ。何も聞いてないですよ。やってありましたよ、メロネーション。何をですか今回ですね、はい、さあ、ウイスキーだと思ってるでしょ。それが今回ウイスキーじゃないんですよ。また変なアイテム買ったんだろ。いやいや、もうウイスキー好きなんだよ、はい。今一番欲しい、あれでございますよ。欲しい。僕も欲しかった。欲しかったけど、はい、メガネシロン D はどうなんだろうな。この前、ああいう系あったしなと思いながら、恐る恐る。ちょっとですね、恐ろ恐ろちょっと、この前神戸のあれだったじゃないですか。はいはいはい、はい。恐ろ恐ろ、健康ごめんなさいっていうふうに謝ってですね。もうなんか分かってきた気がする。いやー、いいね、ほんと。なんか、カタチャのものは壊れるわって、めちゃくちゃ、こう、寛大な心でですね、はいはいはい、私の謝罪を入れていただきました。ありがとうございます。ということで、今回ご紹介する商品はこちらでございます。来ました。新発売の方ですか。サキグラスでございます。いや、わかんない、もしかしたら、はい、割ってしまっちゃったんだよ。ああ、はいはいはい、あれかな。今回ですね、やばいです、今回落とさないようにですね。こちらでございます。サキグラスタンブラーでございます。そこで落とすのがさ、バカバカ、やめなさい。ああ、なるほどなるほど。やばくね、ちょっと持ってみ。軽いね。これやばいでしょ。すごいよ。これやばいでしょ。で、僕ですね。これグラス、ガラスなんですか。ガラスガラス。これも手作りなんですよ。なんで泡とか気泡とかまた今回入ってる、唯一無二だから、1個しかないんです、世界に。確かに SNS では見ましたよ、これ。そうなんですよ。だけど、はい、僕、ちっこいのかなと思ったんですけど、実物かなりでかいです。ほら、僕の手よりも結構同じぐらいでっかいっすよ。まあ、もちろん何センチくらいあるのかな。そこにちゃんとね、これ、先ログが入っております。はい、ということで、はい、こちらですね、今回、ドミさんに、使うことができてた。そうです。え、いいんですか？いいんです。で、飲み比べるグラスはですね、はい、先グラス VS、はい、こちら、山崎グラスって。いいですか？はいはい、それもね、まあ、いいグラス。いいグラス、はい、悪くないグラス。で、これの、はい、ハイボール。どっちがうまいんかなっていう、本当にサキグラスのタンブラーは、はい、まあ、失礼な話ですけどね、本当に他のグラスと違うのかって、薄いグラスと違うのかと。僕はね、うん、ナポさんと違って、うん、忖度しませんよ。オーケー、忖度しないよ。その代わり、それ、あんまりね、コメントだったら、僕、信じるまで今後謝りが。ということで、今回、このサキグラスタンブラーなんですけども、しずやさんですね、はい、100年の歴史を持つジャパニーズウイスキーの原点に回帰し、はい、うん、だから今年ほら100年やんか。ああ、はいはいはい、はい、ね、さらなる発展の人助けになることを夢見て、はい、日本独自に発展を遂げたウイスキーの水割りとかハイボールですね、はい、うん、それに合ったグラスを作りたいっていうのから始まったわけですよ、プロジェクトがね。で、開発に至ったと。いかちいような。でも、うん、正直、うん、こっちの方がこの軽さがインパクトありますよ、ね、このデカさの割に、この軽さ、そして薄さに恐怖を感じる、僕は。すごい言い方悪いですけど、うん、プラスチックみたいな。おい、やめろマジでやめろほんとな、グラスの形状がほら、飲み口に向かって、こう、エレガントなカーブを描いてるんですよ。ね、これで徐々に広がってるんで、はい、ノージングだから、香りを嗅ぎながらハイボールを楽しめるよっていう斬新な考え方のグラスなんですよ。はいはいはい、どうよ。ね、液体が注ぎやすく、はい、ほんでね、これが面白い。これ、今ですね、こちら。このグラス、この、いわゆるこれですね。はい。これが回しやすいんだと。なるほど。うん。そういう作りになっているよと。捨て入れがしやすいよと。ただ、ナポさんがやると。もう割っちゃうんでしょうね。さあ、でも、皆さん、ライブ配信をお楽しみください。ショート動画でな、これやるから、動画でね。はい。ということで、今回ですね、じゃあ、普通のこのグラスと一緒に、ちょっと飲み比べてみようかな。はい、なるほど。さあ、何を飲むかなんですよ。何のウイスキーのハイボール作るか。考えた。はい。こちらでございます。ねえ、ロイヤル15年ゴールドラベル。はい。あえてね、山崎に行かないってこのひねくれた感じ。そうですね。はい。ちょっとですね、グラスを一回洗ってから。はい。はい。ちょっとじゃあ試していこうかと。お願いします。はい。
怖えな、マジで。この薄さは。タコさんが、これやれるか。ちょっと氷少ないじゃないですか。うるせえな。このウイスキーも貴重だからな。言うて。いや、そうだと思いますよ。これ氷に当てちゃいけないんだよな。はい。はい、ということで、メガネ主犯が全力で応援するサギグラスでございます。ちゃんと作ってましたね。ちゃんと作った。バッチリ。だいたいこうパッチンパッチンやってるけど、はい、ちゃんと作ったから。あ、そうですよ。ということで、はい、飲み比べていただきましょう。どちらから？まず最初はザギヤマさんから行くか。普通のグラスから、からね、そう、普通のグラスから飲んでもらって、はい、美味しいか美味しくねえかじゃなくて、はい、どう感じるか。それでは、タミさん、お願いします。じゃあ、いただきます。よし。やっぱあれですね。独特の酸味がありますね。あ、そうなの？やっぱ山崎原酒が多いんでしょうね。そっか。だからこれ私、じゃあ山崎原酒を選んできたんですよ。取っ手つけたように言いますよね。じゃあ、いよいよ、本丸。じゃあ、いただいてみよう。サキタンブラー。うん。じゃあ、しずやさん、いただきます。はい、よし、ありがとうございます。じゃあ、ね。どうや？これを楽しんでほしい。これは香りが。なんだろう。やっぱそのロイヤル自体の味の話になっちゃうと思うんですけど、うん、やっぱちょっと酸味を感じるんですよ。うん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 、でこっちの方が酸味を強く感じるんですよね。うん、でこっちまでやっぱり口当たりの問題なのかわかんないですけど、はい、滑らかなんですよ。はあ、はあ、入りがこう、スッとくる、うん。だから、そこまでこの酸味を強く感じない感じ。ああ、抵抗がないわけ。うん、ああ、で、スッと入っていくから、変なこう雑味とか感じない。香りちなみにどうですか？飲んだ時のですよね。うん、飲んだ時のだよ。鼻と口から感じる香りの違い。正直、香りは、うん、そこまでって感じじゃないんですけど、うん、やっぱね、マイルドさ、やっぱ薄張りグラス。で口当たりが滑らかになるんですよね。はいはいはい。これ多分最上級に薄いじゃないですか。しかもこう湾曲してるからね。そうそうそう。だからそれはね、すんごいマイルドに入ってくる感じします。下唇に乗るんだよ。あの先グラスの方もそうだったんだけど、うん、何の抵抗もねこう入ってくるから、まあね、スイスイいけちゃうんで。あ、それだ、わかるわ、うん、その脂い感じはわかる。それはね、うん、ちょっと怖いかも。そうだね、うん、あの、車のエンジンのキャブレターみたいな形してっからや。やっぱこう、は、いろいろなんか、いいんじゃねえかな、いろいろこう。ごくごく飲めそうだもんね。おっかないね。うん。またね。うん。しっかり作ってらっしゃいますね。バッチリだね。今日美味しいよ、これ。今日ガチで作ったから。そしてね、ロイヤル15年、僕初めてハイボールかな。あ、そっか。ストレートでしか飲んでないじゃん、普段。こちら1杯3200円でございます。よかった。あ、でもね、やっぱ美味しい。美味しい。ちげんだ、やっぱ。硬さっていうか、やっぱ柔らかさでしょ。柔らかい。さっきから言ってるよね。うん。うん。やっぱあの、グラスで、高いグラス買ってどうすんのとか、いう方も、ね、視聴者様でいるじゃないですか。そうだ。あと、誰か割ったじゃないですか。これもね、うん。いつ割れるか、怪しいですけども。スペア必要だな。あと2セットほど買わせていただきます。そうだね、はい、そうだね。うん。いや、でも本当ね、やっぱ柔らかいんだな。先グラスってば、あっちの方もそうだったけど、こっちも柔らかく感じるんだね。美味しいです。よかった、よかった。いかがですか？この先グラス。え？ミシュラン的評価。でで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 。評価のしようがないっす。星！いざっ！はい！なんか違うんだよなぁ。でも、うん。たまたまだ体験してないじゃないですか。まだ体験してないです。この後ね。この後。が切れたら。うん、飲みますんで。ツイッターの方で上がると思います。はい、ということで、今回はですね、はい、先、グラスタンブラーのご紹介でした。はい、こちらですね、皆さん、多分これからまた販売されると思うんで。今、この今日、時点では、うん、今、在庫はない感じですか？売り切れかな、はい、あの、なんだ、いろいろあって、多分。で、またちょっと1ヶ月おきとかに、あの、また、あの、バーリベットとか、新宿の方で、はいはい、あの、錦サロンとかで売るんじゃないかなと。うん、そう、勘が働いております。はい、非常にね、うん、美味しゅうございました。すごく上品なグラスで、かっこいいんで、はい、皆さんもぜひ買う機会があれば買ってみてはいかがでしょうか。はい、はい、ということで、この動画が面白いと思った方は
ぜひ買った後にチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイ。